つぼい川せせらぎほど花輪川との合流地点、新川への合流地点観能川は、千葉県の主に八千代市を流れる利根川水系の一級河川。船橋市つぼ、伊東付近の調整地より北流してきたつぼい川が、つぼい近隣公園内のつぼい第一調整地より、観能川となり北流する。松が、丘付近を水源とする駒込川を、西から合わせると、船橋市、 八千代市境となる。木戸川を合わせると向きを東へ変え、八千代市内を流れる。両岸には沿道が整備され、周辺は下手段球を形成し、階段球面に水田、上位段球面に二十歳、段球崖部分に集落が広がる。支流の石上川、花輪川、つかね谷津排水路を南から合わせて下るが、これらは、 八千代市西部の大地に谷間を形成している。下流部では流量も増え、市中央部で陰馬放水路に注ぐ。川口付近には関能川公園が整備され、野球場等に使われている。1986年4月5日、国時以降、全区間が一級河川に指定されている。当時は駒込川、坪井川合流地点より関能川という名称だったが、 流域での坪井・西八代北部両特定土地区画整理事業の進行に伴い、河川整備の必要性から1998年4月9日、国示で指定区間が坪井近隣公園内の指導橋まで900メートル延長された。この間は、慣習的に旧坪井川区間とも呼ばれるが、以降は坪井川も含め、関能川と呼称されることも多くなっている。 またこの延長と同時に石上川が一級河川に指定されている。現在の坪井川区間もかつては自然土手の河川だったが、現在は区画整理によりその面影はなく、坪井近隣公園より伸びるせせらぎ歩道が流路を残すのみとなっている。市境付近では2005年度に川底から縄文時代後期後半から晩期頃に使われていた河原家、石棒、耳飾りや、 平安時代頃に使われていた土器等が採集された。一帯は関能川遺跡群内市関能川定置遺跡と呼ばれている。関能川は灌え目的で整備されていたが、1970年代後半から流域の都市化が進展したことを受け地水対策の検討が始まった。1988年度より千葉県が暫定整備を開始し、 2000年度に木戸川合流地点より下流の約3 8トルの整備が終了した。下流部では1993年に新川・観関能川水辺空間整備計画を策定し、ふるさとの川モデル事業の認定を受けた。関能橋より下流8 0 0ルの両岸に桜を植栽することや、下流部及び花輪川を関納川水生植物園として、 活用することが盛り込まれている。だがその頃には、水害が目立ち、特に平成8年台風17号では、場市から一水し、水田に被害が見られるような状況だった。それ以上に支流部の木戸川では、洪水がたびたび発生しているにもかかわらず、関能川の整備町から河川回収に着手できない状態が続いていた。 補修や春節を細かく行うことで対策を講じて、北が洪水により河川設備が崩壊した旗が水没する、等深刻な被害が出たことから、その後順洋河川に指定し河川回収を行っている。一方、木戸川合流地点より上流部では区画整理による流出量増加に応じ急河川指定区間も延長され、1600メートルにわたる河川。 改修事業を1998年度に開始2016年度までの予定で続けられている。八千代を追い越す河原版、第25暴走発掘物語、八千代市議会会議録平成14年6月定例会、第2回八千代市議会会議録平成7年12月定例会、第4回観能川住宅支援河川事業。ありがとうございます。